皆さんこんにちは。大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、バランスよく振るためにはっていうところなんで、軸ですね、よく頭の位置、これ結構大事なところで、スイングの軌道とかね、下半身と上半身の連動性とかね言ってるんですけども、一番大事なのはやっぱり顔の位置、頭の位置っていうところをね、今回詳しくやっていけたらなと思います。それではやっていきましょう。結構ね、これプロ野球選手でも、結構頭の位置っていうのを結構気にしてて、やっぱり、ね、横から見ると構えてる位置で、またトップを作った位置、そして打ち終わった後の位置っていうのを、この頭の位置がやっぱり大きく変われば変わるほど、その分やっぱりボールとのね、距離感とかスピード感とか、そういうところに変わってしまって、やっぱりミート率っていうのは下がってしまいます。なので、結構ね、選手でも頭の位置を確認しながら練習する人ってたくさんいてて、まずですね、小学生とか中学生に多いことですね、はやっぱりトップをしっかり作って打ちに行くっていうところにやっぱり重点を置いてるんで、この頭の動く幅がすごく大きい子たくさんいます。でもまあ、なぜ打ててるかというと、やっぱりスピードがないんで、小学生中学生出ても100キロ、中学生になるとまあ120ぐらいですかね、ぐらい出るのボールしかないので、やっぱり頭、ね、の移動があったとしても、打てるときは結構、ね、打てちゃうんですけど、これがやっぱり130キロ、140キロってなってくると、やっぱりね、その分のスピードがあるので差し込まれやすかったりとかで、思うより反応ができなかったりとかっていうことにね、結構つながってくるので、これはね、小学生の時から、野球始めた頃から意識して練習した方がいいのかなと思うので、今回紹介していきます。構えた位置ありますよね。構えた位置、構えた位置から、顔が頭の位置が変わらないように意識をするということですね。例えばトップを作ります。で、今まではこう作ったりとか、ちょっと斜め上向くこうやったりとかっていう人とか、こうだったりとかってする人って結構いてると思うんですけど、なるべくまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、こういうイメージで、こうで、こっからついた時にも体重移動はするんですけど、ね、頭の位置が動かない、残りすぎない、まっすぐ足だけがバンと出てくる、これがベストですね。で、そのままスイングに入っていくっていうようなことなんですけども、そしてあとは頭の位置プラス顔の向きですね。スイングするときにバットをこう出していくときに、顔が一緒にね、こうやって回ってしまうと体って開きやすくなってしまうので、顔は逆に戻す意識、ボールはこっちからこう来て、キャッチャー見て入るときこう見てますよね、後ろを向くはずなんで、この動きを大事にするってことですね。みんな打つときって、見逃したときはこういうふうに見逃してるのに、打つときになるとこうなってしまう子結構いるので、打つ時も同じ動きができるように意識してほしいと思いますね。ボールはここを通過してるんで、ストライクゾーン通過してるんで、ボールを追っていきながらバットを出していくと、ちゃんと自分が当たるところですね、覗けるようになってます。なのでミート率がこれも上がるということですね。で、体も開きづらくなり、ミート率も上がる、しっかり捉えるところも覗いて見てる状態ですね。こうやって見てる状態でもないですね、覗いて見てる状態を作ること、これがね、大事になってきます。はい、それではですね、今からティーバッティングをやっていくんですけども、バランスよく、スイングするために、この頭の位置ですね、頭の位置を意識してティーバッティングをしていきます。まずはですね、体の中心、まあ、足を開いた、もうスタンスを作った状態でやっていきます。なるべく頭の位置が動かないように、同じ軸でこう、ね、意識を持ってやっていきます。こういうイメージですね。まあ、悪い例ですね、まあ、小学生とか中学生とかでもそうですけど、悪い例として、こういうふうに移動が大きいですね。Thank you.
とか残ってしまってる子、まあ、ティーバッティングなんでやっぱりそこそこの打球を打てるんですけども、実戦形式になるとやっぱり目線のブレとか距離感とかっていうところにねすごく、問題が起きてくるんで、なるべくトップ作るにしても頭の位置がこう動くんじゃなくて頭の位置が動かないようにトップを作るのがベストですね。ここを真ん中を中心としてグッこういうイメージでトップを作るとしても頭を動かさない、こういうイメージですね、はい。で、もう一つは先ほど言った顔の位置ですね。まず悪い例としてこういう感じですね、顔の向きが前を向けば向くほど体も流れやすい、ね、まあ回転した方に要は早く開きやすくなるということですね、なってしまうので顔を戻す、ボールを見逃した時にはこういうふうになると思うので、ちゃんとこの動き、顔のこの動きをしっかり、バッティング出た時にもバッティングスイングする時にも、しっかり取り入れて行うということですね、やっていきたいと思います。前見てて戻す動き、前見てて戻す動き、こういうイメージですね、これはねもう本当にプロ野球選手の人でもめちゃめちゃ気にしているところで、顔の位置、頭の位置、ね、顔の向き、こういうところをね、大事にするだけでやっぱり体の構造というかね、体の作りによってやっぱり人って向いた方向に体も向きやすい、逆に、ね、後ろ向いてるのにこっちを体を向くことはできないですね。こういうことですね、開きを抑えるという。見た方向に体は向きやすい。じゃあ見なければ体って開きづらいっていうところにつながっていくので、しっかりボールを追っかける、ボールをしっかり見る中にバットが入ってくるっていうところをね、ポイントとして押さえてやってみてください。じゃあ、それを踏まえてですね、最後に、Tをやっていきます。こういう感じですね、頭の足をトップを作った時とかも頭の位置が変わらず、内に行った時も頭の位置が変わらない、そして、スイングする時は顔の戻す意識、これをね、しっかりすることでバランスよくスイングもできますし、ミート率はやっぱりグンと上がるようになってきます。ここね、しっかり押さえて練習してみてください。次回もお楽しみに。それでは失礼します。